おはようございます。今日は地元の先輩の桃畑で桃を収穫します。で、地元の先輩の浩二くんです。おはようございます。地味の物語チャンネル N でございます。おはようございます。朝の早くから今ただ今の時刻が4時でございます。いらっしゃいませ。すいません浩二くん。いえいえ、早すぎっすよ。早いな。4時は桃の収穫は早いから。あんまんますか、うん、これいつもこんなぐらいから。いつもこれぐらいから。ぜひぜひ今日はお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速じゃあ今日取ってもらう桃の場所へ行きましょう。浩二くん、これ取ってもいいですか。どれどれ。これちょっとどうやろう。まだ、あ、これちょっとまだ早いな。まだ早い。まだちょっと早いな。なるほどね。兼近の桃は一応食べ頃までギリギリまで切り折らすっていう取り方してるから、うん、なるほどなるほど。これちょっとまだ早いな。すんません。これまだ明日ぐらい。わかりました。一日早かった。一日早かった。了解。桃ってめちゃくちゃ柔らかくて繊細やから、はい、強く握りしめらんと、はいはいはい、軽く桃の全体持って、はい、で、枝に対して逆にこうポキっていく感じ。そうそうそう、こう取る感じ。あ、なるほどなるほど。おお、こんな感じで。ですね。これが正姫。正姫。めちゃくちゃ美味しいから。ギネスの桃。ギネスの桃。あざっそう。おし。おお、すごい。めっちゃいい感じっすねこれ。今日はこれを使って料理していきます。どうもみっくんです。今日はさっきあの浩二くんの桃畑で桃を収穫したんで、それを使って料理します。でこちらがさっき収穫した桃、それとカステルフランコ、あとエンダイブ、あとブルーチーズ、あとピーカンナッツ、それとキヌアを使ってサラダを作っていきます。このまま、キヌアを沸かして炊いていきます。サラダをちぎっていきます。カステルフランコを切っていきます。こんな感じ。桃を切っていきます。こんな感じ。ブルーチーズを切っていきます。ホワイトバルサミコ。それとオリーブオイル。先ほど茹でたキヌアをサラダに合わせていきます。こんな感じ。
桃のサラダが完成しました。